EU 圏内での英語の知識 EU メンバーの国における外国語と第二言語としての英語の知識2005年時点の大人の人口比に対する割合を表しているデータは EU の調査結果を利用しているヨーロッパにおける英語は母語としては主にイギリスとアイルランドで話されているその他の国ではマルタ、王室属領、ジブラルタル アクロティリお及びデケリアのソブリン基地地域で公式の地位を占めている。オランダ王国では英語はカリブ海に位置するサバ島都心というスタテイユス島で地方言語として公式に認められている。ヨーロッパのその他の地域では英語は第二子どもとして学習した人たちによって話されているが人数は少ないが一部の国では英語圏から来た。 エクスパッドによって母語として話されることもある。イングランドでは、英語は事実上の公用語となっており、ジブラルタル、アクロティーおよびデケリアでは、唯一の公用語、アイルランド共和国、マルタ、北部アイルランド、スコットランド、ウェールズ、マンジマ、ジャージー、ガンジー、EU では、公用語の一つとなっている。イギリスとアイルランドは、 約31万6000平方キロメートルの面積と7100万人以上の人口を持つヨーロッパ英語圏を構成している。2006年に公表された調査によると EU 市民の13%は英語を母語として話している。それ以外の38%の EU 市民が英語で会話をするのに十分な能力があるとされているため EU 内では 合計51%の市民に英語が通じることになる。ヨーロッパ英語は以下を含む様々な口語的なカバン語として知られている。ユーロリッシュ、ユーリッシュ、ユアリッシュ。ありがとうございます。